110項を一理とし、その中で経済的にも裕福な10項を選んで理長子とする、民謡庁で主元省が実施した農村の統治制度。理工制。主元省の時に作成された土地台帳を何と呼ぶか。魚林図札。党の不平性を模範として主元省の時に定められた制度。英書制。公武帝時代の殿閣大閣士の名前が永楽帝の時代に変わったもので皇帝の顧問として最重要の政務に参加した役職を何と言うか。内閣大学士。 明代の後半に銀の流通の影響を受け、土地税と人頭税を一括して銀納することを定めた税法。一条弁法、猛虎家紋は権立艇によって何と改められたか。李範囲、養成艇が設置した軍事行政の最高機関。軍機書、寝代に土地税に人頭税が含まれる形で一括して銀納することを定めた税法。地底銀制、1861年に北京に設置された清朝最初の外交事務官庁。総理各国事務我紋。 男女平等や土地金分を唱えた太平天国の土地社会制度、店長電報制度。